はい深呼吸みたいな、はい深呼吸、はい吐いて、はい深呼吸吐いて、吸って吐いて、吸って吐いて、じゃあ実験教材の工作、工作で肺の呼吸、うん、肺呼吸の、実験モデルを作ってもらうね。はい、で肺呼吸の実験モデルを作る。そうそうそう。はい、でそのペットボトル、ペットボトルですね。500なんだけど、できるだけねこうクリアでこの、はい、なんていうの、表面がガタガタしてないやつがいい。ガタガタ。おお。そう、観察しやすい。炭酸飲料みたいなやつですね。そうそう。なるほど。そうそう。でそれでカッターナイフでその一回傷をつけてね。はい。あのハサミを入れてザクザク切るんだけど、ちょっと注意点があるんですけど、ね、はい、なって切らないようにしてねって話で、そう、ただ切り方もちょっとねあの工夫があるんだけど、はい、切り、うん、そうだね、ハサミの構造上これだとちょっとやりにくいので、うん、細かいところが実はあってね、下から、下からこうこういく、そうそうそう、感じですね、はい、それでねそこにヤスリがあるんだけど、はい、ヤスリ、実はこの後でね、はい、あの風船をそこにかぶせるんですよ、風船を、はい、するとこのなんか切り口がザラザラしてると傷ついちゃ う, そ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 う、ね、傷つくっていうか、ね、割れちゃうの、割れちゃうと破れちゃうの、なるほど、だからそこでヤスリでちょっとこう丸くしとくといいよっていう、そういう話ね、こんな感じで、なるほど、そう、確かにこれなら安全ですね。それじゃあね、風船2つとストロー3本、はい、はい、これと、そうそう、それで気管支と肺のモデルを作ります。はい、いきます。どっち先でも構わないんだけど、気管支を先に作っちゃおうか。そう、長いやつが気管支のほら、あの 口の方から、はい、鼻口の方から来る、はい、でその肺の方につながる方はこちらの、ね、先を先ハサミをハサミで斜めに切ってあるんで、切り口をね工夫、はい、したんだけど、それを重ねて、はい、重ねて、そう、その状態で、はい、あのテープで止めるんで、一回そうだ、テープをね、どんぐらい、そうだ、適当に短めのもねいくつか作っておくといいよ。ちょっと短いですかねこれ、うん、結局何回も重ねてこう空気があの抜けちゃうところを固めていくので、なんか特別にルールがあることじゃないんだけど、気管支を作るところがね結構手間が、その2本の風船の方につなげる方をまず重ねて、そう、長い気管支に、まあ、もう差し込んじゃう、差し込んじゃいます。で手で固めておいて、はい、全集中、はい、そこでテープで固めます。テープで、あ、うまいじゃない、はい、それだと空気抜けちゃうので、その股の部分にもテープで、テープをちょっと変形させてね、空気が抜けないように、あと何回かあの巻いたり、また股にこうかけたり、こうちょっと何回か繰り返すと空気が抜けない。あとでね、口で息を吹きかけて、あの抜けてるかどうか確認するのでね、とりあえず今テープで気管支のこのその Y 字の先につける風船ね、はい、そのままだとちょっと長いので、そう、そこ切っちゃいましょう、ね、結構、うん、長めに切っちゃって、であと長さを調整する、でそこもさっきのようにね、さっきみたいにテープで止めちゃう、うん、すごめちゃって大丈夫ですか。今それだとちょっと空気が抜けちゃうので、なんかうまくできないかね、うまい、空気抜けなきゃいいので、あとで実際にねストローで息を吹きかけてみて最終調整、テープで2つの風船がストローのところについたってことですね、はい、ところでこれさ、はい、本当に空気抜けてないかどうかね。ちょっとここで拭いた方がいい。そうだね。はい。どうだ。膨らむ感じする？膨らみます。なんか随分ミニトマトみたいな肺になっちゃったね。ちょっと反省してます。はいはい。オッケーオッケー。はい、はい、じゃあ次あのペットボトルのキャップだね。これです。うん。これ事前に開けといたんだけど、はい、その千枚通してね。これですね。開けるときちょっと気をつけてもらって、はい、その下に置いてこう。刺すとつるって滑って危ないんですよ、つるって。だから最初に傷をつけといて、傷をつけ、あのそうそう、ちっちゃく傷をつけてから、それで穴を大きくしていく、ね、
で穴を大きくするのは別に千枚通しでもいいんだけど、このヤスリのこっち側でね穴をグリグリグリってやってもいいの、うん、そうそうそう、あなるほど、ね、楽っすね。ハサミにもハサミでもできるんだけども、うんね、あんまりこうあの無理をしないでねつるって滑って危ないから、うん、じゃあそれでそうだね、あのそのペットボトルの本体の方で、そうだね、はい、穴を通して、そこもね結構ねギリギリの大きさの方がいいよね、空気抜けやすいから、うん、そうだね、そこでそうセッティングして横から見て、そう、その機関が分かれてるところが見えるぐらいの距離感がちょうど良かったかなって気がするね。そうだね、横隔膜なんだけど、こっちはちょっと一回り大きいサイズの風船ね、でこれをここに後で貼りたいんで、思い切ってバッサリバッサリ、はい、ちょっとその切った、そうだね、それをかぶせるんだけどね、これ一人だとちょっと難しいかもしれない、持ってたけないからね、そういう意味です。この時にねヤスリかけてこないと割れやすいよって話だったんです。そうそうそう、はい、そんな感じでね、あ、まあ大体真ん中になってるね。であとここテープでくっつけちゃってくれる、ね、針具合はこんな感じですか？大丈夫、後で手で持つだけだから、横隔膜になるところをねつけましたね、青い風船でそこまで行きました、はい、じゃあそこをテープで固定してしまいます。別にその長いの使ってもいいし、2回に分けても3回に分けても構わないので、はい、ここまで来るとあと少しだね。こんな感じですか？それで、あのペットボトルのキャップのところに戻ってもらう。そこがまだ空気がね、やっぱり抜けやすいので、そこをキャップをね、固定する前に、最初に口でこう、その空気が漏れてるかどうかもう一回チェックした方がいいとは思うんだけど、はい、まあ、ここまで作ってあるので、また大丈夫かな。大丈夫だね、うん、 ね、そこは別に止め方ルールがなくて、そう、もうキャップもキュッキュッとこう固く締めちゃって構わない。じゃああと少しだね、もう出来上がったと言ってもいいね。こうまとめて、うん、切っちゃっていいですね。はい、それじゃあ横隔膜のところを押さえて引っ張ったりなんかして、その肺が膨らんだりするかどうかって。膨らみますね、はい、すごい膨らみます。横隔膜にギュッと中に突っ込んでごらん、ギュッと、ね、おリアリティあるでしょ。確かに。ギュッですね。で、ギュッって引っ張って、そうそう、引っ張って、そう、はい深呼吸みたいな、はい深呼吸、はい吐いて、はい深呼吸、吐いて、吸って吐いて、吸って吐いて、よし、はい出来上がりました。溶断した。